野生のノグチゲラノグチゲラは、超高キツツキ科のグチゲラ属に分類される鳥類。本種のみで、ノグチゲラ属を構成する。日本固有種。名護市の山林で2015年5月11日に、映像、巣立ちが確認された。全長31センチメートル。翌朝15から17センチメートル。全身の羽衣は、暗赤色や脳赤活色。背や、腹部の羽衣。 おばきぶの仮面を覆う羽毛は赤みを帯びる。顔や喉の歯衣は淡褐色。翼は暗褐色。諸列風切りには白い斑点が入る。光彩は褐色や赤菓色。くちばしは単鉱色や紅白色で、きぶは青灰色みを帯びる。光子は開骨色。幼鳥は頭頂の歯衣が暗褐色。またくちばしは黒褐色。 オスの成長は、頭頂から口頭にかけての歯衣が赤く、暗褐色の斑紋が入る。メスの成長は、頭頂の歯衣が黒褐色。ミトコンドリア DNA 内のシトクロム B の分子系統学的解析では、赤ゲラ属に近縁と推定されている。産地にあるスダジー、タブの木からなる醤用樹林に生息する。植生は、動物食傾向の強い雑食で、 昆虫、クモ、ターシ類、果実などを食べる。終年で無脊椎動物を食べるが、夏季から冬季にかけては果実を食べる。倒木を先行したり地表で採食を行うが、地中にいる獲物を掘り起こして食べることもある。繁殖形態は卵生。繁殖期になると、ペアで4から7ヘクタールからなる縄張りを形成する。直径20センチメートル以上の枯れ木に穴を開けた巣に、 4から5月に1回に2から4個の卵を産む。同じ木に別の巣を作ることはあるものの、同じ巣は使わない。死ゆ交代で放卵し、放卵期間は約11日。育成も死ともに行う。ヒナは孵化してから約27日ですだつ。A 名プライヤー S は本種の記載にあたり、標本を提供したヘンリー・ジェームズ・ストビンプライヤーに由来する。 種商名のグーチーは、プライヤーの意向で、野口なる人物に、懸命されたものである。1886年、琉球諸島での最終の木と、横浜行の広島丸で同出している野口がそれと思われるが、函館博物場の事務で、プライヤーと交渉を持った函館県職員、野口玄之介が、1885年函館県が、北海道に統合された際に退職し、 通訳として同行したものとも考えられる。開発による生息地の破壊により、生息数は減少している。人為的に移入された猫、フイリマングースなどによる捕食などにより、生息数は減少も懸念されている。さらに、生息数が増加傾向にある、ハシブトガラスによるヒナの捕食によって、生息数が減少している。1972年に、 国の天然記念物、1977年に、特別天然記念物、1993年に、種の保存法施行に、伴い国内気象野生動植物種に指定されている。2010年6月には、沖縄県東村で、野口ゲラ保護条例が制定された。生息地域を保護地区に指定し、無断立ち入りや周辺で騒音を出すなどの行為に、 対する罰則を盛り込んだ条例であり、繁殖拡大につながると評価されている。絶滅危惧アイエありがとうございます。